怖い、怖いといえば怖いですよね。どこ、どういうのが、女性陣もね、話すことね。女性陣、ね、これね、はい、ちょっと声、ね、声、声短いですよ。あ、じゃあもう三上さん、ぜひ怖いかどうかは。あ、私は中学2年夏の思い出です。あ、なんか、なんかいいですね。今の時期ですね。今の時期のね。ワンちゃんエッチなんじゃないの。ちょっとじゃあそれを。よろしいですか。私が中学2年生の時の話なんですけれど、私の中学校って青森出身なので田舎の学校だったんですよ。で1年生が1回、2年生が2回、3年生が3回 でクラスの人数もすごい少ないんで1組数十人ぐらいで3クラスあったんですね。で私当時3組だった時に1組にすごい仲のいい友達が2人いたんですよ。で休み時間に3組から1組にこう遊びに行こうって思った時に、その仲いい子たちが窓をずっと見てるんですね。ずっと窓の方を見てたんですよ、仲いい子たちが。でその学校の2階のその子たちが見てる窓の下は昇降口、人が出入りする入り口になっていて、2階なんで2階からこう1階の昇降口が見えるところで2人がずっと玄関の方をずっと見てるんで、私何してるんだろうと思って、ね、何してんのと思ってパッて見た時に赤い女の子がいたんですよ。赤い服着た女の子が。であれと思って、赤い服着た女の子いるなと思って、でも一瞬でやっぱ田舎なんできっと誰かの親戚だったりとか誰か来ちゃったのかなと思って、ね、今なんか赤い女の子いたけどさっていう話をその二人にしたんですね。そしたら二人がえってなって、で私は知らずにパッて見た時に赤い女の子がいたなと思って、でももう一回見たらいなかったんですよ。であれと思って聞いたら、その二人が何していたかっていうと、その子たちの同じクラスのところに霊感のある男の子がいて、で今赤い女の子が玄関の方にいるから探してみるといいよって言われて、二人は玄関で幽霊を見ようと探していた最中だったんですね。で思わず私何も知らないで見えちゃったんですよ。見えちゃって怖くなっちゃって、で二人ももちろん怖いじゃないですか。探してて知らない子が来たらこっちが見てるみたいな。でなんで急いでもう一組のその子のとこ行こうって言って、その子のところに行って、あ、三上さん、あ、見えちゃったんだ、あ、だからかって言われて、今目の前に赤い女の子いるもんって言われて、うわー怖ー、怖ー、そんなさらっと、こういうのそうなんですよ。で私も怖くなっちゃって、もうそれ以来一人でトイレ行けなくなっちゃったんですよ、学校の。それは怖い、これは怖いよ、怖かった。でもそれだけです、私が見たもの。いやーすごいね。でも間違いなく怖い、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 林くん抜かないであげてこれかーみたいな顔して、大きいね。なんかすいません、こういうことだよ、こういうことだよ。あんたけな、あんたけな、さんに言われたくないですよ。ラブターさんに言われたくないですよ。結構くっきり見えたんですね。はっきり見えたんです。でも 赤い服を着ていたなっていうのがやっぱり女の子でした。はっきり見えた、はっきり見えたんですよ。でも赤い服ってのも見えましたし、女の子っていうのももう自分の中で認識するくらいはっきり見えたんで、その後は特に何もなかった。特に何もなかったですけど、うん、もう授業が始まっちゃったんですよ。なるほど、なるほど。その話俺もらいます。あ、ぜひ、ごめんなさい。ありがとうございます。なんか勝手な話もらっちゃった。めっちゃ怖い、これは。青森は何かいるんですよ、やっぱり。いや、青森やっぱり恐れ山とかね、ありますから。有名な怪談家さん、有名な怪談家さんが、恐れ山は青森県の幽霊のテーマパークだっておっしゃってて、遊び場なんですか。なんか いっぱいいろんなところに、恐れ山の中にここはあの子が通ってるとかいろんな逸話があるみたいで、ね、エレクトリカルパレードがそこで開催されてる、もうそういう感じらしいですよ、吉田さん。だから風が吹いてなくても勝手にやっぱ風車回ってましたもんね、僕がいた時。不思議だなと思いましたね。どうですか今の、ホセさん、グッときましたか。今のちょっと良かったですね、こういうのですね。こういうの、ありがとうございます。低たらくが、低たらくが、ちょっとなんかサムネ詐欺が多すぎてちょっとなんかちょっと厳選してください。霊感ないですよ。ちょっと、いやでもね、ちょっとやっぱタイトルだとサムネ詐欺に合っちゃうんで、ここはちょっとね、ちょっと僕ちょっと知ってるんですよ。この人は怖い話いっぱい持ってると知ってるんですよ、安本さん。僕ね、1個だけなんですよ。安本さんは怖いですね。俺の部屋ってやつですね。俺
また部屋シリーズですね。これ私の実家なんですけれども、実家は私2階建てのお家なんですね。2階建ての角部屋が僕の部屋で、お部屋が3つ並んでる、ここが俺の部屋なんですよ。でここが廊下 でここがガラス戸があって、ここに出窓があって、ここがドアで4畳半ぐらい、まあちっちゃいけどなかなか素敵なお部屋で、僕自身はすごく気に入ってるんですけど、まあそこにお父ちゃんが頑張ってローン組んで家建てたのが俺が中2ぐらいなんですね。中2ぐらいの時にその一戸建てに引っ越しまして、それまで社宅だったんだけど、父ちゃん頑張ったなと思いながら、でその部屋に引っ越してからどう考えても俺が変な感じになってたんですよね。夜寝る時にめちゃくちゃ寝苦しいとか、睡眠障害みたいなことが多々起きたんですよ。まあ今でも不眠症を患ってるけど、ちょっとそれとは関係ないと思うんだけど、なんか変だなと思うことが多々あって、その中でもいくつかあるうちの、じゃあ分かりやすいのを言うと、まあ俺の部屋っていうのは4畳半で狭いから、で、まあ、でもいろんな道具とかもあるから、2階だけベッドってあるじゃない、ロフト型ベッド、うん、1階に物を置いたりちょっとしたテーブルを置いたり、その2階の部分に寝る、そこに俺が寝てたんだけど、要はまあこのベッドのこう寝てるから、ベッドのここから先は空中なわけですよ、2階の部分はね、うん、なのにそっち側の方から足音が聞こえるとか、あの俺の寝てるこの高さに足音が聞こえるとか、そういうのが寝てる頃に多々あって、妙だなと思ったけど、持ち前のバカ力を発揮して無視してたんです。でもその時に途中たまに干渉されることがあって己に、でそれの一番あれと思ったのが、足首をバーンって持たれたんですよ、急に寝てて。でそれも下からこういうぶら下がりだったら姉貴がいたずらしてる可能性もあるんだけど、明らかに手のひらがこう上から来る感じで足を押されて、うわ超なんか嫌な予感と思ったけど、当時私中学高校と6年間仏教系の学校に行っていたんで、あの般若心経を暗記してたんですね、たまたま授業とかでやるから。で鑑真財宝薩行人般若波羅蜜多自性敬語音戒苦道一切苦薬師利子って暗記してるお経をなんとなく唱えたんです。もうなんか何していいか分かんないから、金縛りにも当然合ってるし、そしたらその手がバン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 って上に上がってくる感じがあって、ここから知らないおじさんの顔がバコンって出てきて、やめろって言われた。それをしっかり覚えたまんま気失って、翌朝起きたら俺の布団びっしゃびしゃの汗で、おもらじゃなくて汗でびっしゃびしゃのっていうのが一回あったりとか、そういうことがいっぱいあります、私の部屋。よく生活してた。でもそれであんまり信用してないんですよ、私そういったスピリチュアル的なものだったり宗教的なものってのは信用してないんだけど、一個だけ昔俺のこと当てたくれた人がいて、とあるあの神社じゃあお寺かお寺の住職の お姉さん住職の女性の住職だったんだけど、だから山口県でどっかのお寺にお参りに行った時に、その住職さんがパパパって寄ってきて、この子気をつけなさい、火の災いがあるわよって俺言われてたの、うん、それでなんとなく気をつけなきゃ、うちのお母ちゃんが、まあ、お不動産が火の神様から一応なんかお参りをしてたと。そしたらその年に家族で、当時はさどこでもできたから手持ち花火で遊んでたんですよ、うん、手持ち花火でやってて、うちの姉貴がウェイウェイはしゃいでこう回したりするじゃないですか、回したら河川の服を着てた俺の服に引火して火だるまになったんですよ、ただその時俺無傷だったんですね。でそれで あの人って本当に火の災いって言ってたから、ちょっと大丈夫な、なんかもしかしたらお話だけでも聞いてみるといいかもねって母ちゃんとその時話して、山口からのそのお寺のあの住職のお姉さんにお電話したら、あのヒロ君の図面を書いて送ってくれって言って、まあ、家の図面を書いてその方にお送りして、周りヒロ君の窓から何が見える、ちょっと変だと思うって言われて、住宅街なんだよ、でも俺の2階のその角部屋の部分が隣とかがからなぜか知んないけどスポーンって通ってるんだよ、綺麗に、あの遮るものがない、たまたまその窓から向こうの方まで見える、住宅街のちょうどそこが建物が切れててっていうことを言ってたら、だと思ったって通り道になってますって言われた。だから俺はあんまり信心深くねえけど、お水とお塩を置きなさいって置いたらピタリとやんだ、うん、っていうのが今もある私の実家です、心霊スポットやんけ、うん、怖い怖いですね、霊道になってたんです。他にもいっぱいあるよね。いや怖いですね、ちょっとなんかやっぱ違いますね、レベルが違いますね、レベルがちょっと違いますね、全然違う。なんかでもそんなに怖くないっていうかさ、そういうことあっても住めちゃうんだよね、気にしてないですよね、うん、俺もそうだったの、さっきの家とか、あと不思議と、あのパジャマのボタン急にブリブリブリって外れたこととか、怖いよそんなの、脱がされたこと、実際にそういう霊障に遭ってる時ってなんかお化けだって一瞬認識できないですよね、あともう好奇心の方が勝っちゃったりして、そうそう、それもあるし、こんなことないだろうって思っちゃいますもんね、いや怖いな、ちょっとね、あのね、じゃあちょっと、あら
じゃあですね、もうここからちょっと、もうサムネじゃなくて、サムネ詐欺を避けるために、もう人で行こうと思います。人でね。ちょっと、ゲストの明坂さん、お願いいたします。はい、サムネ詐欺ではないです。雨の日のメリッサ。これアニメのタイトルなんです。実際に雨の日で、まあ、あのギャグアニメで実は安本さんも小西さんも出ていたアニメがあるんですけど、そのアニメが1話だけ幽霊会みたいなのがあって、まあ、キャラクターがどんどん誰もいなくなったけど、まあ、本当はここにいましたよっていうちょっとオチになるようなお話だったんですけれども、それやる日がたまたま雨が降っていて、これ何か出そうだねって言いながら新宿のとあるスタジオにみんなで入ってやってたんですけど、4本立ってるうち A パートをやってる間に1本音が入らなくなっちゃったんですね、全く。で、まあよくあることなんで交換しますって交換して、本番やったら今度は左の1本がノイズが入るようになってしまって使えなくなりました。で、さらに交換したこっちのマイクの方も全く音が入っていないってことになって、で、もうマイクが2本なくなっちゃったので、もう撮るものがないので、代わりにメリッサ役で来ていたその幽霊の役の方だけ撮りましょうっていうことで、その人だけ別撮りでスタートしたんですけど、その人が、まあ、おいでおいでこっちよこっちよってただ言うだけで、テストではまあ綺麗にいったんで本番やってみましょうって言ってやっったら、すみませんそっちで何か鳴っていませんかって言われたんですけど、みんな携帯の電源も切っているし別に何も音が鳴ってないので、どんな音ですかって言ったら、